安倍次郎安倍次郎は、日本の哲学者、美学者、作家。東北帝国大学法文学部教授、同学部長、帝国学士院会員。仙台市名誉市民。三太郎の日記著者。1883年、山形県薬味郡上里町大鮮山寺に生まれる。父は教師。八人兄弟の次男。八人兄弟のうち、安倍義雄竹岡克也。 安倍六郎と二郎を含む四人が大学の教師となる。省内中学から山形中学へ転校。校長の方針に反発し、ストライキを起こして退学。その後、上京して京北中学校へ編入。1901年、第一高等学校入学。同級生に鳩山秀夫、岩波茂夫、小木原清泉水、一級下に斉藤茂吉がいた。 1907年、東京帝国大学に入学し、ラファエル・フォン・ケーベル博士を師と仰ぐ。卒業論文、スピノーザの本体論で、哲学科を卒業。夏目漱石の門に出入りして、森田総平、小宮豊高、安倍吉成と共に、朝日文芸欄の主要な執筆者となり、自ら知らざる自然主義者等の評論で、漱石門下の論客として注目された。 1911年、森田、小宮、安倍との豪著による評論集、影と性を上司する。1914年に発表した三太郎の日記は、大正昭和期の青春のバイブルとして有名で、学生出読の書であった。1917年に一校の同級生であった岩波茂雄が、雑誌、主張を創刊。その主観となる、慶応義塾、 日本女子大学校の講師を経て1922年、文部省在外研究員としてのヨーロッパ留学、同年に人格主義を発表。真、善、美を豊かに自由に追求する人、自己の尊厳を自覚する自由の人、そうした人格の結合による社会こそ、真の理想的社会であると説く。同年刊行された、地獄の征服は、 ゲーテニーチェ・ダンテに関する論文をまとめたもので、従来の研究水準を大きく超えており、ダンテの愛読者だった、マサムネ・ハクチョウも、私はこれによって初めて、ダンテに対する日本人の独創の見解に接した翻訳して、欧米のダンテ学者に示すに至るものと称賛している。帰国後の1923年、東北帝国大学に、 新設の法文学部美学講座の初代教授に就任。以来23年間美学講座を担当。1941年法文学部長を務める。1945年定年退官1947年帝国学士委員会員となる。1954年財団法人安倍日本文化研究所を設立して理事長兼所長を務める。 大正末年から改造に徳川時代の芸術と社会を連載、性欲生活の美化の過程を丹念にたどり、徳川時代研究者にとって必読書とされている。そこで歌舞伎、浮世といった徳川時代芸術に人を明るくさせる、高める性質がないとし、それは抑圧された町人たちの文化だからだと説いた。また、有利の文化的生産性を認めつつ、それが、 女奴隷が女王であるという矛盾を抱えていることも明らかにした。哲学者や夏目漱石文門家の作家らとの交流や、山形で同郷の斎藤も吉や土門剣との交流は有名。第二次世界大戦後は角川玄吉と親しみ、ために三太郎の日記他の著作は角川書店から文庫版などで刊行され、没後、全17巻の全集が、 門川書店から刊行された。1958年、脳難下症のため入院。1959年、仙台市名誉市民の称号を贈られる。同年10月20日、東北大学医学部附属病院にて死去。改名は、老子院伝人道継に明子寺。現在、坂田氏の成果は、安倍記念館となっており、東北大学には、安倍次郎記念館がある。 松山町では安倍次郎文化賞を設けていたが2005年に坂田氏と合併したことで現在は坂田氏は引き継ぎ2008年には長谷川光一東北大学教授が受賞するなど合計17の個人と3つの団体に授与されている東北大学創立100周年を機に2008年に創設全国の高校生からエッセイを募集し検証している ありがとうございます。